はい、こんにちは、竹下敦です。私ね、この度、黒沢音楽教室のボイストレーニングを受けさせていただけることになりました。講師の先生はね、沢井真理子先生という、女性のボーカリストです。沢井真理子先生はね、大変に、様々な分野で、ボーカリストとして活躍されている、女性ボーカリストです。私ね、YouTube などで、歌を配信させていただいてますが、先輩からね、お前の歌は聴くに耐えない、やめてしまえ、お前には音楽の才能はない、そのようにおっしゃられる先輩もいらっしゃいました。しかしね、私が今日まで続けられたのは、師匠であるレイ・アルフォンソ・ショーダさんが、お前の声はすごくとてもいい、ただしきちんとしたね、ボイストレーニングを受けたことがないからピッチが合わなかったり、きちんとした喉の使い方ができないからね、喉を壊したりしてみるんだ、そのようにね言われました。努力すれば必ずお前は何とかなる、その言葉を信じてね、今日まで頑張ってまいりました。そしてね、やっと、黒沢音楽教室で、ボイストレーニングを受けさせていただけることになりました。皆様にね、大変お耳汚しをしてしまったかと思うんですが、私竹下敦、これからも精進してまいりますので、今しばらくご辛抱願いたいと思います。必ず皆様の心に響く歌を歌えるようになります。それまでの間、少しだけ辛抱してください。それではよろしくお願いします。竹下敦でした。